も石川雅則です。違うか、吉田沙羅田です。ウィラブスワローズっていうことで、6月18日、ヤクルトスワローズ対中日ドラゴンズ5対2でヤクルトスワローズ勝利いたしました。スワホースワホー、嬉しいですね。交流戦明けの初戦を取れたっていうのがでかいんですけども、それもね、勝利投手が石川投手、最高じゃないですか。石川投手6回2失点。いや、本当にね、頼りになるピッチャー、大ベテラン。こうやってね、チームを引っ張っていってくれたら、もう他の選手もね、やる気めちゃくちゃ出てくると思うんで、この調子で石川投手走り続けてください。そしてですね、村上選手にまたホームランが出て、オスナ選手もね、ホームラン打ってくれて最高の試合でしたよ。あと、後ろの投手陣ですね、今野投手、清水投手、マクガフ投手で完璧なリリーフ。最高。でもね、こうやってね、勝ったんですけども、阪神タイガースさんも勝ってるんですよね。でも、阪神タイガースさんが勝ったということは、ジャイアンツさんが負けたということで、ヤクルトスワローズ単独2位です。イエーイ。あ、これやって4位になる。いいです。いやー、嬉しいですね。阪神タイガースとはゲーム差ありますけどもね、離されないようについていきましょう。長いシーズンですから、阪神タイガースさんもちょっと調子落ちてくる時期あると思うんですよ。そういう時にね、ヤクルトスワローズが今の調子を維持して、どんどん縮めていってもらいたいなと思います。今は2位でいいんです。今は2位でいい。最後の1日前まで2位でいいんですよね。本当に最後だけ1位。それでよろしくお願いします。明日の先発ピッチャーはライアン小川投手です。明日も勝てそう。いやー、頑張ってください。ライアン投手よろしくお願いします。本日は以上です。午後スワローズ、交流戦明けもヤクルト強い。